そう悲劇です。あのですね、すごく先週悲劇なことが起こりました。最悪なことが起こりました。ちょっと見てもらいたいものがあります。それがですね、iPhone です。 iPhone が買ってまだ数週間しか経っていない iPhone が割れました。割れました。ちょっと聞いて、言い訳タイムです。あのね、明日はちょっと学校だし早く起きようと思ったんですね。いつも6時半ぐらいだけど6時に起きようと思ってタイマー設定して、今ってさ、見てもらったら分かるんだけど、動画をね、見てくれた方は分かるんだけど、あの、ベッドの動画があるんですけど、その、はしご付きのね、ロフトベッドなんです、今って。で、いつもアロマと寝てて、アロマが落ちないように、こっち壁側に、こう寝てて、で、今がこっち側に寝てるんですけど、それこっちにやったらアロマがなんかしようかもしれないと思って、こっちにやったんですよ。バカだよね、その時点で。落ちるって決まってんのにさ、で、寝相がすっごい悪いの。そしたら、もう最近ちょっと治ってきたからいいかなと思って、で、置いたら、あーってこう寝て、で、あ、で、ブラーイってなったから起きたら、あれ、なんか下の方からその目覚ましの音がするなと思って、えっと思って、えっと思って、パパパーって降りて、携帯がなんだね、床にこう、その時点でもうダメだと思う、虫歯だなって思ったんです。こうやってね、こう置いてあったんですよ。これだったら助かってたのに、これだったんですね。そしたらね、見てみんな、 iPhone にね、傷がつきましたね。え、ほんとに、まずここ、ここと、ここに反射して線があるの。もう線が入っちゃってんの、ここ、こことか線が入っちゃってんです。こことか、そうで、パパに言い出せないと思って、絶対怒られると思って、で、あのママに言ってもらって、で、そしたらね、めっちゃ良かったことがあって、あの割れたとこがね、ちょうど画面フィルムだったんです。剥がせるさ、良かったと思って。でも一個最悪なことがあって、まあ、割れないようにするから、ドコモで4000円で画面フィルムを貼ってもらおうってなったんですよ。4000円どこ行っちゃったと思って。ちょっと悲劇でしたね。まあ、お兄ちゃんみたいにバキーンって画面が割れてなかったからよかったけど、ちょっとね、やばかったですね。で、今回は画面フィルムだったので、すっごい助かったと思って、で、パパがね、画面フィルムをネットで注文して1000円で買ってくれたんです。ということで、これを剥がしてもらって、パパにね、画面フィルムを貼ってもらいたいと思います。あ、自分で買ったじゃん、自分で買ったじゃん。ていうか、今気づいたんだけど、これ自分で買いました、画面フィルム1000円で。そうだ、自分で買った、あのね、そう、自分で買った、パパに買ってもらったって言ったけど、自分で本当に買いました。お小遣いから抜かれました。で、じゃじゃん、買ったのがこちら、じゃーん、買いました。じゃあ、ここに貼ってもらいたいと思います。はい、まずこれ剥がすの、うん、ということで、今パパにね、じゃじゃん、貼ってもらいました。全然違うから、あのね、反射して見えないんだよ、ほとんど、ね、マジで違うの。全然こことかにあったひびもないし、すっごい生まれ変わった。もうめっちゃ良かったです。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。今回は、まあね、こんなの割れたうちに入んないよっていう人もいると思うんですけど、まあ、まだフィルム画面
ね、住んでよかったです、この画面フィルムで。でもね、もう次は落とさないように気をつけます。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram とサブチャンネルのひみゆる TV もよろしくお願いします。バイバイ。